はい、どうも、ゆうくんです。今回も、電動車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。最新版、スズキ SX4S クロスでございます。この SX4S クロスなんですけど、先日、安全性能が強化されて発売されたということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目を開きますと、SX4S クロスについてが紹介されております。このようにクロスオーバースタイルのコンパクトカーということなんですけど、ラグジュアリーな見た目に高性能な四駆システムを組み合わせたという個性的なモデルということになります。次のページではこの車の売りの一つであるオールグリップが紹介されております。このダイヤルスイッチでもって路面状況や環境に応じてドライバーが4つのモードから任意で切り替えながら走行することができるというシステムになっております。次のページでは各モードが紹介されておりまして、オートモードですと安定して走行している際は肉で走行してスリップを検知すると瞬時に四駆に切り替わって、また安定すると肉に切り替わるという走行システムになっております。普段使いにはオートモードが最適かと思われます。次のページではスポーツモードが紹介されております。この写真の通り、郊外とかワインディングを走る際により力強い走行ができるモードということになっております。さらにより走行も安定するということになっております。次のページではスノーモードが紹介されております。こちらは雪道専用のモードということになります。でさらに、アクロ走行用のロックモードも紹介されております。ロックモードにしますと、スタックした際にも脱出するのが楽になるというモードになります。次のページでは、安全性能が紹介されております。視界もいいですし、どんな体型の方でも最適な運転姿勢を取ることができるシート、ハンドル周りの設計となっておりますし、インターフェースも走行中でも無理なく操作ができるようになっております。隣ではこのモデルからミリ波レーダーの衝突被害軽減ブレーキのレーダーブレーキサポート2が全車標準装備となっております。さらに高速道路などでの疲労を軽減するためのアダプティブクルーズコントロールも採用されております。次のページでは衝突安全性能が紹介されております。エアパックも車内全体を包み込むようにレイアウトされますし、車両フロント部は歩行者障害軽減ボディ構造となっております。さらにアイソフィックス対応の車両トイシートもしっかり固定できるようになっております。軽量衝撃吸収ボディのテクトが採用されております。その他の安全装備として姿勢補助の ESP や後続の追突防止のためのエマージェンシーストップシグナル、そして坂道発進補助のヒルホールドコントロールも採用されております。隣ではパフォーマンス性能が紹介されておりまして、エンジンが 1.6 リッターのエンジンということになっております。燃費の方がそれぞれこのような数値となります。でサスペンションも専用のチューニングが施されておりますし、四輪ディスクブレーキが採用されております。でミッションが6速オートマとなります。でさらにパドリフトやマニュアルモードも選べるようになっております。ボディデザインも空力性能そして静粛性を両立したデザイン設計になっております。専用の17インチのアルミとタイヤが採用されております。次のページではインテリアが紹介されております。インパネデザインも高級感のある落ち着いたデザインになっております。メーターそしてマルチインフォーメーションディスプレイも見やすいようになっておりますし、オートライトそして予定期間認識のオートワイパーが採用されております。さらにルームミラーが自動防炎式となっております。そしてドライビングポジションもしっかり設定できるようになりますし、左右独立のフローオートエアコン、フロントの足元ランプなども採用されております。次のページではシート周りがこのような感じになります。車内空間もかなりゆったりした感じになっております。そしてフロントアームレストは可動式となっておりますし、リアセンターアームレストなども採用されております。さらにリアシートもリクライニングできるようになっております。4駆モデルには運転席助手席シールヒーダーが採用されますし、照明付きのバニティミラーも採用されております。もちろんスマートキーなどにも対応しております。
次のページでは使い勝手が紹介されておりまして、ラゲッジの容量も十分確保されておりますし、リアシートも簡単に格納することができますので、さまざまな荷物を積むことができるようになっております。収納スペースなども充実しております。次のページではラインナップが紹介されております。ワングレードのみで軸4駆6速オートマの仕様となります。でボディカラーは4色で用意されております。下には主要装備表が出ております。隣では主要諸現象、環境情報、そして車体の寸法図も載っております。この SX4S クロスはサポカーに該当しているということになります。プレビューしてこのような感じです。はい、ということで今回は最新版スズキ SX4S クロスについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころ息苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。でツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。